有機化学において、間歪みは、分子中の結合が異常な角度を形成するときに存在する不安定性の一種である。歪みは、シクロプロパンやシクロブタンといった CCC 角度が約109度の理想的な値からかなりずれている小さな間について通常議論されている。高い歪みのため、これらの小さな間の燃焼熱は上昇する。肝歪みは、 角歪みやハイ座歪み、渡り玉木歪みの組み合わせに起因する。角歪みの最も単純な例は、シクロプロパンやシクロブタンといった小さな環状アルカンである。その上、関係には緩和できない重なり歪みがしばしば存在する。1.1、1プロペライン酸は最も歪んだ基地分子の一つである。アルカンにおいて、原子軌道の最適な重なりは109.5度で、 達成される。最も一般的な感情化合物は管内に5つあるいは6つの炭素原子を持つ。アドルフ・フォンバイヤーは感情分子の相対的安定性を説明したバイヤー歪み理論の発見により1905年のノーベル賞を受賞した。核歪みは結合核が特定の化学構造において結合強度が最大となる理想的な結合核からずれた時に起こる。 核歪みは、通常、非環状分子のような柔軟性を持たない、環状分子に影響を与える。核歪みは分子を不安定化し、これは反応性の高さと燃焼熱の上昇によって、明白に示される。最大の結合強度は、化学結合における、原子軌道の効果的な重なり合いに由来する。核歪みの定量的評価基準は歪みエネルギーである。 核歪みとねじれ歪みは組み合わさり、環状分子に影響を与える、環歪みを作り出す。環歪みの比較ができるように正規化されたエネルギーは、シクロアルカンのメチレンキあたりのモル燃焼熱を測定することによって得られる。658.6キロジュールマイモルという値は、歪みのない調査アルカンから得られる。環状アルケンは、SP に混成炭素中心の変形から来る歪みを、 受ける。実例となるのは炭素中心がピラミッド状になっている C60 である。この変形は分子の反応性を強める。核歪みはブレット速の基礎でもある。ブレット速は極度の角歪みが生じるため、端遠い炭素原子は二重結合を形成できないとするものである。ブレット速は強遠いに二重結合が来ないとする。これは角歪みの結果である。 シクロアルカンにおいて、それぞれの炭素原子は2つの炭素原子と2つの水素原子と非極性的な共有結合を形成する。炭素原子は SP3 根性であり、理想的結合角109.5度と持たなければならない。しかしながら、環構造の制限によって、この理想的角度は6因間、椅子型廃座のシクロヘキサンでのみ達成される。その他のシクロアルカンでは、結合角は、 理想的角度からずれる。シクロプロパンおよびシクロブタンにおける CC 結合は、それぞれ60度および90度である。高い間歪みを持つ分子は3因、間、4因、間、一部の5因間からなる。例としては、シクロプロパン、シクロプロペン、シクロブタン、シクロブテン、1、1、1プロペラン、2、2、2プロペラン、エポキシド、アジリジン、シクロペンテン、 ノルボルネンが挙げられる。これらの分子の結合格は、SP3 及び SP2 結合に必要とされる最適な正四面体系、及び正三角形型結合格よりもより狭まった結合格を持つ。そのため、結合はより高いエネルギーを持ち、P 性が高くなることによって結合のエネルギーが減少する。加えて、シクロプロパンやシクロプロペン、シクロブタン、 シクロブテンの肝構造は非常に小さな柔軟性しかない。ゆえにシクロプロパンの重なり形配座やシクロブタンの合ュ型、エクリプス型における肝原子の置換器はファンデルワールス反発の形でより高い肝歪みエネルギーに寄与する。三輪肝や四輪肝を持たないシクロアルカンも歪むことがある。これらにはシクロファンやプラトン炭化水素、ピラミッド型アル腱、 感情ある金がある。ありがとうございます。